棋風とは、将棋や囲碁、チェスなどのボードゲームにおけるその人の着手の特徴の、ことである。2人例は和有限確定完全情報ゲームでは、理論上は完全な先読みが可能ではあるが、現実的には、させる手の選択肢が多く、時間の制限もある。またゲームに対する騎士の考え方などにも影響される。 ため、同じ局面を同じ技量の機士が検討しても指し方に違いが現れる。将棋の場合、拒否者等と振り飛者等に対別され、双方を指しこなす機士をオールラウンダーと呼ぶ。さらに、急戦派か、時急戦派と区分される。上石データベースを利用した序盤研究が盛んになるにつれ、 それまでの人生観や美的感覚が反映された、寄付ではなく、データベース将棋と称される、勝率や効率など合理性を追求した寄付も見られるようになっている。プロ騎士の特徴的な寄付には、竜などのキャッチフレーズが付けられているが、これは原田康夫が命名したものが多い。以後の場合、足早に地を稼ぐ、実利派、雄大な厚みを築く、模様派、 力号を好む、力戦派に分類される。近年は地に辛いスタイルが、世界的に主流になりつつあると言われる。チェスにおいては気風に相当する用語として、スタイルと呼ばれる考えがあり、得意とするオープニングや、駒の交換の拒否、引き分けを積極的に狙うなど、選手の気質や戦略などを表すときに使われる。ありがとうございます。